二度寝は愚か三度寝までしてしまった罪をここで懺悔する。反省しているゆっくり霊夢です。まあ嘘なんだがな。一切反省はしてないぜ。ただ、寝起きの頭痛を味わった時は三度寝までするべきではなかった、と後悔したのは事実だぜ。でもきっと近いうちにまた三度寝するであろう学ばないマリサだぜ。今回は三国志武将紹介。紹介するのは愚かなる天才、レイコブよ。彼は見た感じ愚かな人物だということがフィーリングでよくわかるわ。だって名前に愚かって文字が入ってるからね。もうひどい言い草だぜ。名前だけで人を評価しちゃダメだよ。まあそりゃそうなんだけど、レイコブは本当に愚かだから名前にこの文字が入っちゃってるのよ。今回はそんなちょっと面白いレイコブを紹介するわ。改めて紹介する人物はレイコブ、あざなおコーチ。本名をレイコシュン。芝居になり変わろうとして失敗した反骨精神あふれ野心ある男。彼は一体どういった人物なんだぜ。まずは高齢となっているお父さん紹介からしゃれ込みたいんだけど、レイコシュンのお父さんは不明だから族譜を代わりに紹介するわ。レイコシュンの族譜はレイコショウといって彼の父親は漢王朝に仕えている臣下だったんだけど、彼は乱世になると行に移住したみたいね。204年にレイコショウが猛城に出かけると、曹操は行を落とした勢いそのままに猛城を落としたの。ここでレイコショウ派数十人の仲間と共に曹操軍の捕虜となって死罪が命じられたみたいなの。なぜ彼が死罪を命じられたのかはよくわかんないわ。曹操軍に抵抗したのかしら。曹操はたまたま連行されるレイコショウを見て身なりが立派なので、君の祖父と父親は、誰か、と質問をしたの。曹操はレイコショウの父親と偶然にも知り合いだったのでその罪を許し、軍防衛として彼を登用したの。まあ曹操様は彼の身なりが立派なので名のある一族だと思ったんだろうな。知り合いの息子を処刑するのは気まずいので許したって感じか。もし処刑しちゃったらレイコショウのお父さんとギクシャクした関係になっちゃうからな。後にレイコショウ派各地の軍大衆を歴任し、上昇守護に任命され後に功能大衆に任命された。彼はどの軍でも溶接のような清廉潔白な政治を行い、彼の妻子が役所を訪ねるのは非常に稀なことだったようね。彼は民を教え導き人々に思いやりがある政治を行った。レイコショウ派裁判がとにかく嫌いで部下と衝突することも、特になかったみたい。この時、功能には継承を知っている人が誰もいなかったので、レイコショウ派役人たちの中で遠くに行って学びたいという人がいれば直ちに休暇をプレゼントし、下等の大学者学長の下で学ばせた。その後、あらかた勉強し終わった部下たちを帰還させて文学寺を作ると、功能では学問がとても、盛んになったみたいね。部下たちに休暇をプレゼントできるのもレイコショウの政治が潔白で、効能の治安がいいからだぜ。これがいい連鎖を生んでるぜ。レイコショウ派鎮守に称えられるほどの名大衆でありながら、彼には一つだけ気になることがあった。それが一族の子で今回の主役でもあるレイコシュン。彼はまだ仕官前であるのにもかかわらず一族から非常に評価されていた。優れた志を持っており、多くの人々が、レイコ氏を栄えさせるのはレイコシュンだ。と言って、いたの。でもレイコショウは一人だけ、レイコシュンは間違いなく天才だ。ただ、あいつは特に関して勉強をしないまま大事を願っている。こいつは必ず一族を滅ぼす存在となる、と言っていたの。このレイコショウの言葉を聞いたレイコシュンはずっとヒヤヒヤしていたみたいね。そりゃそうだよ。一族のリーダー的な存在の人物が自分のことを危険視しているんだからな。もしかしたらレイコシュンの処刑をレイコショウ派命じるかもしれない。まあ、レイコショウは清廉潔白な人物なのでそういった強引な手段はしないが、そりゃ心中穏やかじゃいられないぜ。レイコシュンは曹丕の時代には15軍に任命されたみたい。時に右岸高位伝与は異民族の子討伐で功績を打ち立てたものの、この時の戦いでちょっとした越権行為をしており、レイコシュンは法により彼を逮捕して捕獲したの。これを聞いた曹丕はレイコシュンのこの行為に怒り、レイコシュンに手錠をつけさせて罷免させた。それだけでは曹丕の怒りは静まらず、こういった御事の利を布告したみたいなのよ。シュンはなんと愚かなのか、
と彼の名前を馬鹿にした。おそらく魔剣気が強い玲子春はこれにより名前を改名して玲子部と名乗ることにしたの。宗妃は統治が難しい異民族の管理を伝与に依頼した。おそらく伝与は法律すれすれの行為をしてきたんだろうぜ。だから玲子春は彼を逮捕したし、宗妃は替えが利かない伝与を逮捕した玲子春を愚かだと罵った。いくら皇帝に名前を愚かだと批判されたからってまさか名前、愚かと改名するなんて。ある意味では戒めの改名ってことなのかな。普通の人材であれば皇帝にここまで批判され、罷免させられたらもう出世するのは非常に難しい。しかし彼は生地天才だった。宗英の後を継いだ義の三大皇帝である宗法の時代に、彼は時の権力者である曹操の調理に任命されて後に遠州使にまで返り咲くことに成功したの。義の皇帝の曹操は皇帝に即位した時は10歳未満だったので、先の皇帝宗英は芝居と曹操に曹操の補佐を依頼したんだぜ。この時代に出世したいなら曹操か芝居、どっちかに取り入らないといけないぜ。玲子部はこれ以前にも様々な官位に任命されていたようで、その度に名声を称えられてきた。折しも玲子部は族譜の玲子賞に会った時に暇な時間を見つけてこう言った。前にあなたはこう言いましたよね。私が一族を滅ぼすと。今の私の姿を見ても同じセリフが言えますか?と。これに玲子賞は何も言い返せなかった。間違いなく玲子部は一族の出世頭になっちゃったからね。玲子部は天才だぜ。やっぱりみんなの言う通りこの一族を栄えさせるのは玲子部以外ありえないぜ。しかし玲子賞は密かに妻子にだけにこういった言葉を伝えた。あいつはあの時とは違い出世したが性格は何一つ変わっていない。もう絶対にあいつは大事を成し遂げようとして失敗し滅びる。ただ、私は高齢でその時まで生きられるかはわからない。だが、お前たちは必ずこれに巻き込まれるだろう。と言っていたの。まあ確かに性格は変わってないように思えるぜ。宗妃に罵られて改名した時からずっと、出仕前に族譜の言った言葉をずっと覚えていて、わざわざそれを言い返しに来てるからな。玲子部が遠州使に任命された頃、十王寺の王僚は社稷将軍、都督要州諸軍事に任命されていてこの二人によっては異難は完全に掌握されていたの。ちなみに王僚はあの董卓を暗殺した王院の一族の人で、若い頃から結構な修羅場をくぐり抜けてきた人物よ。一度は事件に巻き込まれて罪人にまで落ちぶれるものの、その姿を偶然にも見た曹操が、このお方はあの王院殿の一族ではないか。聞けば罪人になったのも些細な工事のせいだ、と言って王僚の罪を許して登用したの。そして王僚は長年にわたり曹操や義王朝の中心として使え続け軍事でも内政でも多大なる功績を挙げ続けた。もう年齢が80近いのにもかかわらず司空にまで任命されているからね。この当時の暗い人心を極めている人物の一人だと言ってもいいわ。まさに名将だと言ってもいい人物だぜ。玲子部も優秀で一族もまた国家の重鎮。この一族は凄すぎるぜ。しかし、249年、芝居がクーデターを起こして曹操を誘殺して権力を奪取するという事件を起こした。王僚はこの件があり隊員に昇進し、節閲を課された。節閲ってのは皇帝に指示を仰がなくてもある程度自由に軍事行動してもいいよ。っていう証みたいなものね。まあ中央ではとんでもない大事件が起きているけど地方勤務の王僚には特に関係がないぜ。出世できてラッキー感覚だぜ。そんなわけないでしょ。王僚は義の中心。こんな大事件を見過ごせるわけがない。王僚と玲子部は密かに密会し、皇帝である宗法様はまだ20歳にも満たぬお人。だから主君としての力を存分に使えず力ある進化の傀儡となっている。今や芝居の言いなり状態だ。対して宗僧侶様は弱い50を超えていて、なおかつ才能もある。このお方ならば宗家を再興できる。このお方を巨匠に招き入れてここを都にしよう、という作戦を立てた。幸いにも宗僧侶もこの作戦に同意してくれたわ。むむむ。今の皇帝を廃立して新たな皇帝を立てると、芝一族から政権を奪い返すためとはいえ立派な謀反だぜ。
レイコブは省の長式を白馬に派遣して総領と連携を取り、王領は社人の老政を洛陽に派遣して息子の王侯に自分の作戦を伝えたの。王侯は文武両道の名将であり、その才能は父にも勝るほどの男だとも評価されていた人物だったので、彼にぜひとも協力してもらいたかったのかもしれないわね。そもそもの話、この皇帝配立計画が実行されたら息子の王侯も巻き込まれるしな。彼に覚悟を決めてほしいから伝えたのもあるかもしれないぜ。しかも王領の年齢はもう80歳近い。もう自分で軍事をするのも難しい年齢だとも思うので、自分の代わりに軍を率いてもらいたいと思ったのかもしれないな。しかし王侯はこの父親が立てた計画に大反対してきたの。大事を成し遂げるためには人の情を利用するべきです。先の権力者曹操はおごり高ぶり、彼の側近の官らは名声だけは一流だったものの実務の能力は皆無でした。そのくせ彼は崇高な思想を持っており、たびたび政令を変えるので民心が彼らから離れておりました。芝居はこの隙をついたわけです。曹操の時代は名士の名声によって天下を震わせていましたが、芝居の時代になって名士の数は半分にまで減ったものの、民たちが特に曹操らの死を悲しまなかったのは、あいつらが民心を失っていたからですと、まずは曹操の失態を述べた。芝居は時の権力者である曹操を誅殺した。これは非難されるべき大事件なんだけど、特に何の問題も起きなかった。それは曹操とその側近の政治がひどすぎたからだぜ。王侯は続け、今私には正直言って芝居の本心はわかりません。ですがまだ謀反をしようなどとは考えてはいないわずです。賢人をよく登用していて、政令を前のものに戻し、民たちの心は完全に芝居の方向に向いている。芝居は朝から晩までを国のために働いている男、さらに言えば彼らの父は平家を完全に自分のものにしており、これを滅ぼすのは容易ではないかと、と言ってまだ芝居を倒す時期ではない、と王侯は父をいさめたものの、王領はこの言葉を無視したの。芝居が政敵である曹操を倒せたのは相手が失態を犯したから。まだ失態を犯していない芝居を倒すのは無理だと。しかし王領は諦めない。なんたって王領にはあの天才、レイコブがいるからね。この天才がいれば不可能を可能にできる。まあ、レイコブはこの後すぐに病死したんだけど、どうしたんだレイコブ、何のための皇帝配立計画だったんだ。これはいけません。まさか弱い80間近の王領よりもレイコブの方が早くに行くとは。251年、王領はレイコブの後任の遠州獅子公家のもとに将軍楊公を派遣し、この皇帝配立計画を伝えたものの、公家はこれを拒否。公家と楊公は揃って芝居にこの件を密告し、芝居は中軍を率いて王領を討伐。この時芝居はあらかじめ王領の罪を謝礼しており、彼の息子の王侯に降伏を促す手紙を書かせていたの。王領は芝居との戦いに負けると完全に正気を失い、芝居に降伏することを決断したの。まあ当然芝居は曹操よろしく、こんな王領を許すわけがなく、彼がそう簡単に屈服するような男ではないと知っていた。王領は芝居の本心を知ったので毒を飲んで自害したの。この時王領は80歳だったようね。80歳にもなって俺抜きバカ。後にレイコブの一族やこの計画に賛同したものの、一族の多くは処刑されるものの、当時病死していたレイコ将の子のレイコカは遠縁だということで死罪を免れることができた。その罪の重さから王領とレイコブらの墓が暴かれて、その屍を3日間市場にさらされたみたいね。後に真の名将と呼ばれることになる馬竜はその昔、レイコブの触覚だったらしく、彼のために資材を投げ打って丁重に彼のことを埋葬し、彼のために3年間も二服したの。彼がどういう人物であろうと一度は養ってもらっていたからね。恩に報いたってことね。いろいろと波乱万丈の人生だったが、最後の最後は屍を丁重に扱ってもらったので、レイコブの魂もまあ安んじられただろうぜ。いかがでしたでしょうか、今回の人物は。もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。もしレイコブがもうちょっと長生きしてこの計画が実行されていたらどうなったのか。ちょっとは興味があるな。
それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。